を払うからですね。はい、こんにちは。今回は世界戦で絶対王者からダウンを奪ったボクサーを紹介いたします。渡辺二郎選手に技術戦で勝利し、 WBC 世界スーパーフライ級王座を獲得したギルベルト・ローマンは、一度世界王座から陥落しましたが、再度世界王者となり、防衛戦で内田義之選手と拳を交えました。予想では圧倒的不利とされていた内田選手は果敢に攻撃しますが、ローマンに巧みになされました。第4ラウンドが始まる前に、セコンドのガッツ石松さんが、このラウンドで勝負しろと檄を飛ばし、内田選手が攻撃を強め、テクニシャンのローマンを追いかけ、鉄壁の防御を誇る王者からダウンを奪いました。内田選手はさらに勝負に出ましたが、テクニシャンの王者は冷静にカウンターを合わせ、強烈な右アッパーで逆に内田選手を追い込みました。ダウンを奪った内田選手ですが、ダメージが深い模様で、まぶたは重く垂れ下がって、鼻と口から鮮血が溢れていました。続く第5ラウンドに、ダメージが深い内田選手はローマンの左パンチでダウンを奪い返されました。立ち上がった内田選手に、王者ローマンは強烈で的確な連打を叩き込み、内田選手は再びダウンを喫しました。ダメージが深刻な内田選手は執念で起き上がりましたが、レフリーが戦いをストップしました。渡辺二郎さんがスーパーフライ級の統一戦を行ったので、WBA のベルトが剥奪され、そのベルトを巻いたのが、カオサイ・ギャラクシーでした。その後、カオサイは実に19回も防衛し、このベルトを返上したのです。多くの対戦相手は、カオサイのとてつもないパワーと強打に絶望し、後ずさりし、中には戦意喪失したボクサーもいたのです。タイの歴代最高スポーツ選手と認められたカオサイは絶大な人気を誇ったのですが、おごりや慢心しないで、世界王者になってからもジム2階の粗末な合宿所で寝起きしていたのでした。ハングリーさを忘れなかったカオサイは19度も防衛し、世界王者のまま引退し、引退後殿堂入りしたのです。そんな最強王者カオサイは13度目の防衛戦でフィリピンからアリ・ブランカを迎えましたが、初回ブランカの強烈な左でダウンを奪われ、ピンチを迎えました。ブランカはサウスポーから思い切りのいい左ストレートを放ちますが、徐々にカオサイのプレッシャーに押され、ロープを背負う場面が多くなりましたが、誰もが恐れるカオサイ相手に打ち合いを挑みました。Yeah, it was a little bit reckless in the second round, but I think he looked a little bit afraid at the edges in the previous round. I think the pressure is now getting to him. He's still full of fight,
しかしパワーに勝るカオサイは第5ラウンドスタートからプレッシャーを一層強めてブランカを追い込み、左を外した直後に強烈な右フックをヒットさせ13度目の防衛に成功しました。ハーンズの次に4階級制覇王者となったのは当時絶大な人気を誇ったシュガーレイ・レナードです。ハグラーに勝利し3階級制覇王者となったレナードは WBC 世界ライトヘビー級王者ドン・ラ・ロンデと新設された WBC 世界スーパーミドル級のベルトをもかけて戦いました。そしてラ・ロンデが6億円と推定されております。ドン・ラ・ロンデであります。ウェルター級からスタートしたレナードとライトヘビー級王者ラ・ロンデは体格差があり、身長ではラ・ロンデが約10センチ高く、序盤はラ・ロンデが体格差を生かし優位に試合を進め、その長身からの強烈な右打ち下ろしで4ラウンドにレナードからダウンを奪いました。レナードはダウンからすぐに回復し、中盤にはジャブが当たる距離をキープし試合のペースを奪います。9ラウンドになるとラ・ロンデは勝負どころと見て突如連打を振るいますが、天性のスターレナードはこれまでもハーンズやハグラーなど大きな相手に勝利した経験からラ・ロンデの連打をさばきながら耐え忍び、防御から攻撃に切り替え、逆に20発ほど嵐の連打を見舞い左フックでダウンを奪いました。レナードは起き上がったラ・ロンデに右アッパーの空振り後、左フックをヒットさせスーパーミドル級王座とライトヘビー級王座を同時に獲得し5階級制覇王者となったのでした。WBA、WBO 世界スーパーバンタム級王者ギゼルモ・リゴンドーは2014年の大晦日に天笠選手と戦いました。リゴンドーはシドニーとアテネ五輪の2大会連続で金メダルに輝いた天才ボクサーで、プロ転向後も全勝で簡単に世界王者となり、ノニト・ドネアを破って WBA と WBO の世界スーパーバンタム級王座に君臨する絶対王者でした。まともに言っては勝ち目がない天笠選手は、足を踏むクリンチ際のパンチといった反則すれすれの技を用意していましたが、試合が始まった後リゴンドーの紳士でクリーンファイトを目の当たりにし、天笠選手もクリーンファイトで試合を進めました。身長179センチの天笠選手が絶対王者より20センチ近く高いのですが、テクニシャンのリゴンドーが距離を支配したので天笠選手は距離をどんどん詰め、空振りしてもパンチを出し続け、第7ラウンドにリゴンドーの死角に入り、ついに右パンチを炸裂させ絶対王者からダウンを奪いました。しかしダメージから回復した絶対王者は強烈で正確なパンチを鋭く放ち、第10ラウンドにダウンを奪い返しました。天笠選手は起き上がりましたが、絶対王者の強烈なパンチで
頬や目が腫れてしまい、11ラウンドが終わった時、あまりにもひどくなったため、試合続行が不可能とドクターが判断し、雨笠選手の勇気ある戦いは終焉しました。